この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケンの大冒険です。というわけでね、今回もリスナーさんもそれでは早速やっていきたいと思います。まあね、ちょっとね、火を起こしたいということで、ちょっとここら辺潰して、ちょっと火を起こして、どっか燃えるとこねえかな。あ、ここ俺らの場所じゃん、今思えば。ゴジラ頑張れば、ビオランテは浮かせらんねえよな。おったね。俺のとこ来てくんねえかな。足元ちょうどよく燃えてんだわ。あ、そこいいね。あ、なんかいいね。あ、いいね。いいっすね。たまらないね。おう、ゴジラ燃えてる。はい、今そこ行くぜ。OK。OK。OK。お、すげえ光景。この3体並ぶことまずないからね。うん。どんな映画になっちゃうんだろう。おっと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 、危ない危ない。こうですね。邪魔ー、ビル邪魔、ビルじゃねえ、これ何ふってなんだよ。おいしょい、ほい、ビオランテ顔面映ってないっすよ。上からだね。こうだね。大丈夫かい、ゴジラゲージある。はい、行きます。来たー、横来たね。次ラスト、ここ、 OK、 ありがとうございました。これ邪魔だな、これこの棒邪魔だな、ちょっと潰すか。よいしょ、潰す、よいしょ。あれ、タックルしても潰れないって、これどんだけ頑丈なの。よいしょ、あれ2回タックルしたよ、どういうこと。大丈夫、ドンドン、 OKOK、 許可取った、ほいほい、オッケー、ビオランテ声かわいいかって。よし、行くぜ、ほっ、ここで回る、ほい、おおすげえ高い、ビオランテより高く飛んだよ、ほっ、痛い、おお、それきつい、ちょっともう一回回るとくで、最後受けとこう。オッケーオッケー、行って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 、お、当たるんじゃねえか。おー、俺が当たった。ほい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 、どんどん撃つぜ。おー、しょい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 しょ、いいぞ、危ない。ビオランテの範囲ちょっとおかしいだろ、いってね。おいしょ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 い、壁ドン半端ないっすね、これ。いけるぞ、おいおいおい、よけろ、おおおおおお、きた、おお、すごいな。もう一度やってみよう。おー、届いたけど、ツンって当たった。ツンって。ツン、ビリビリドーンってなるところ、ツンになってる。おー、ゴジラが。おー。ほい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 。おっ、いていていて。おっと、これ根元から食らってます。いけ、おお、ほい、おお、よけれねえかで、やり終わった後にどうだ、おお、よけるね、見てますね、ほい、おお、当たんねえか、ほっ、面白いね、富士山見えてますからね。みんな同じ HP だね。ちょっとビオランテお姉さんがね、ちょっと残ってますね。
お、ビオランテ気づいてないとでも言うのかい。私はそちらにカメラをやっているんだ。もうゴジラの方なんて全く見てないからさあどうしようこの石を挟んでるからちょっと戦いにくいですね。いい感じに分かれたねこれ。これ当たるか。おー当たった、ラッキーただのちょっかい。これ食らうんだよ。おー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 、届くー、ほいほっ。嘘でしょ嘘でしょ、嘘で来るな。おっどうだ、嘘、吠えろ、ここ、おーよかったー、勝てた。なんか今手加減されたっぽいけど、多分ビオランテのなんか気持ち悪い、すごいことになってる。おー、なんかこれだけで見るとなんかすごいガサツの悪い森みたいなあるよね、なんかスーファミ世代かな。よいしょ。いやー、この頃勝ち率がありますね。なんでだろう、後々怖いなガイガンでいきます。久々のガイガン。俺もそろそろビオランテ使った方がいいかなとは思うんですけど、ね、あれここダメだ、ここダメだ。よいしょちなみにさ、女性からしてゴジラってかっこいい？微妙なリアクションだね微妙なリアクションだね。いや見てたけど。あ、見てたの？うん。ほう、映画見たことあんの？映画見たことないんじゃないか。あ、でもどうだろう、多分見たことあるかも。かもってことはないな。だからね、なんかね本当にちっちゃい頃だから覚えてないっていう方が正しい。なんかモスラーは見てた。モスラーか。うん。で、その流れで多分会ってみたんだろうけど覚えてない。なるへそね、うん、なるほど。1993勝してますけどこの人大丈夫？めっちゃ強えよ。ゴジラ VS キングギドラは見た。結構王道なの見たね。だいぶ王道なの見たね。てかそれ見たらもう OK だよそれ見たら OK だよ。それは見た。うん、ゴジラとキングギドラ見てなったらもう OK だよ。あ、そう？うん、あれはなんか空中浮遊して、ゴジラが踏まれてドーンドーンされてるところがね、とてもね、僕的には印象的なんですけども、あの山のシーンかな、多分ね。うん。今すごいマニアックな話してるけど、ついてこれてる？うん。ですよね。うん、そこまで詳しく覚えてない。うん。あの時の撮影ね、結構頑張ったらしいですよ。なんて言ったって、ゴジラのね、着ぐるみの中身って言ったら、40度超えだったかな？そう。だから、あの、動ける時間っていうのが決まっちゃってるんだよね。だから、ウルトラマンと同じ3分だよね。そんな短いんだ。そう、終わったらすぐに着ぐるみ出て、息吸ってだよね。そう、そういう撮影をしてたんですよ。なんで一匹来ねえんだよ。なぜ一匹離れた？反抗期か。浮遊して遊んでいやがるこっちおいで。おいで。もうこっちでやっちゃおう。うわ、意外といい絵、意外といい絵が撮れた。素晴らしいぞ。痛いよ痛いよ。おーおーおー、あー、ごめんごめん、そっち行っちゃうかもしれない。お、なんで戦ってる、なんで戦ってる、このスペゴジさんは、このスペゴジさんは、なんだなんだ、この溢れる色、なぜ白いものが、知ってる、何でないとねは知ってる、知ってんだね、雪を投げてる頭じゃない、おもちゃ作る人が生きてるだなんて、血の出た窓の向こうから愛にあふれるぬくもり、ビーム発射ビーもう分かる人にしかこれ笑えないから、うん、分からない人から聞いたらただの音痴
うるせえだが。スペコおじさん、俺のこと知らないのかな。平和協定やってるっぽかったんですけど、しかもなんか俺のことは狙ってこないので、あれですね、10分の2の可能性のリスナーさんっていうやつですね。10分の8のリスナーさんは、だいたいみんな僕と一緒に撮って、戦って、一緒に楽しみたいっていう方がね、10分の8。そして10分の2が、俺に近寄ってくるリスナーを、ムカつくからぶっ殺すっていうやつと、あとは、俺に攻撃したくないっていう優しいリスナーさんですね。これが、だいたい10分の 2% くらい。はい。まあ、1% ずつですね。まあ、僕には攻撃したくないという、まあ、優しい意志でね。ボコボコにされてますけど、大丈夫かな大丈夫かな。ゴジラ圧勝ですけど、まあ、戦勝してりゃそうなるよね。うおー、ひるんでる、ひるんでる。おー。すげえな。やっぱ、もうボコボコ終わっちゃったよ。強っ。言うときにこのゴジラさん、あれ不意打ちされてますからね。スペゴジに。じゃあ、やります ?OK! 許可取れた。正面衝突、負ける。危ね。おお。お、近づけねー。もう一回回ろう。難しいね。背中取られると難しいよ。お、お、うまい。すごい。戦勝は伊達じゃない。お、お、お、お。めっちゃ強い。何もできねえ。なんだこれ。もうカッターで行くしかないよこれ。おお。めっちゃゴリ押し。おお。おお。めっちゃうまくね。危ね。ちょっと片手にします。ほい。おー、おー、なんで食らった。おーし、やべ、後ろ行った。おおは、顔取れた。強っ、超やべえ。あれ、俺これ何回目だ今回で。2回戦った。うん、2回戦った。多分はずだけど、たた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 たぶん。いい髪型したよね、俺今。たかたかたってたんだけど、うんうんうん、戦ったって聞こえた。うん、じゃあ三色ヒルで使っていこうか。締めようかな、パッチ。お、三色ヒルどうした。俺、あ、三色、おお、これはこれはいいんじゃないですか。楽しみですね。新ユウト、おい、なぜ抜けた。どうした。おっと、これ先ほどのおっと。おっと、いらっしゃい。いらっしゃいますね。逃げるんかい。お、ケイトじゃん。いらっしゃいませ。どうする。三色気流に変えてここに来ますか。どうする、悩んでいる。ケイトさん悩んでる。おー、入った。いやー、この頃平和協定多く取れて嬉しいわ。ヤッホー、ケイだぜ。皆さんお待たせ。いやー、本当にね、この頃ね、ちょっと実況動画を、ちょっと本数少なくなってしまってね、本当すいませんね。ね、チャンネルのタイトルはね、ケイの大冒険実況チャンネルっていう風に書いてあるんだけどね、この頃生放送とベイブレードだけっていうね。すいませんね。けど予告、あ、そっか、向こうの日の場所行こう。ごめんね、ごめんね、ごめんね、忘れてた。もうマップを忘れちゃってるもんね、俺ね。よろしくないね。
おいしょ、よいしょ、おいしょ、オッケー、来た、これで背景バッチリ。いいね、ちょっと目の前のやつ邪魔な、やっちゃうの。当たるぜ。まあ今のどんまいだな。さあ横においで、そこそこそこ、そこね、ちょっとアングル考えるわ。危な、ずれずれ、どう取ろうかな。なんか普通にかっこいい映画撮れたよ。どうしよう、2体だけで撮っちゃった、どうしましょう。まあリスナーさんがね、おー、これケイトが頑張っていいシーン撮ってくれたら、なんていうのね、コミュニティだったかな、そこに貼ってくれると思うんで、ありがとうございます、撮れたのかな。俺それを保存してサムネにしようかな。じゃあね、よいしょ、そんな近くでいいのかな、デスロイヤー、もうちょい離れなくていいのか。おおほー、オッケー、よし行こう。テレレレ、おお、おー、危ねえ、危ねえ、今のは。ほっ、おいしょ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 い、おお、後ろ回れてる。いいね、いいよ、いた。なんとかちょっと向こう側に行きたいですね。おお、ど真ん中に入っちまった。おーおー、おいしょ、おー、いや、だいぶ白熱してますね。おお、コンボ入る、おお、援護射撃来る、全然見えねえ。おお、なんか今のシーンかっこよかったな。あぶね、おお、おいしょ、厳しい、もう一丁やる、おお、どうしよっかな。おお、おおほ、おおおおっと、まずい、でもこれは意外と良かったかも。ほっ、いいぞ、あのまま持ってかれるところだったかな。危ね、おほ、あとワンパン、おいしょ、ありがとうございます。おお、2体並んでますね。はい、いや、てか最後に勝たせてくれて嬉しいんだが、てかいつの間にか281勝っていうね、280勝はいきました、ありがとうございます。あと19勝で、300勝ですね。いやー、三色気流がカメラ目線で口開けてますね、素晴らしい。うん、はい、ってなわけでここら辺で終了させていただきます。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。